ブランは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。県における、ブランの一ブランは、南都の40キロメートル北、南都アブレストンガ沿いにあり、ガブルの森に近い、イサク川が流れる。境界を接するコミューンは、フェドブルターニュ、ノートルダムイコールデイコールランド、エリク、ラ・シュバルレ、ラ・グリゴネ、ベ、ルガブル、ガンルエ、そしてブーブロンである。 2010年に INSEE がまとめた順位表によれば、ブランは他から孤立して万流のない単体の都市的地域で南都都市空間の一部となっている。かつてローマ街道の交差路であったため、ブランはなんと、ルドン、アンジューの間にある重要な商業地となってきた。地元で話されるガロホではブレインの綴りがブレンとなる。ブランは 発掘作業中に見つかった多くの遺跡で有名なガロローマ時代の都市であった。発掘物の多くがコミューン内の博物館で見ることができる。なんとトレンヌの中間、そしてなんとトルドンの中間にブランがあった。ガリア系のナムネテス族の土地の中にあるブランは征服地における駐屯地にふさわしい場所だった。ローマ人はこの目的のために土地を利用することに成功した。 その後やってきたフランク族もこの地の戦略的な重要性を理解していた。しかし、高地を好んだローマ人に対してそこは監視場所に利用することも可能だった。彼らは遺作側の岸に取りを築いた。そこにはおそらくケルト人が駐屯した。カストラム・ベイブルニーの名で歴史上に知られるこの要塞は当時の要塞がそうであったように 非常に単純な構造をしていた。二列の深くて幅広い堀がバテー状に川を囲んでいた。巨大なモットベイリーは、柵と木製のダンジョンに取り囲まれていた。要塞は繰り返し破壊され、時間をかけて改良されていった。843年に起きたブランの戦いでは、ブルトン軍が南都勢に勝利している。千百八年頃、ブルターニュコアラ世はブランを領有し、 領主として振る舞った。こうして、軍事的重要性を持つ城が建設された。花崗岩が、ューアル・タンプルイコールドブルターニュから切り出された。城の構造は絶えず変更された。あと二条手となった、クリソニア、ロアン家は、真の建設者として貢献した。バンデ戦争の間、バンデ軍の残党は、ブーブロンの町を経由して、ブランに入り、死体の山を築いた。 彼らが滞在した3日間、教会が開かれ、ミサが挙げられた。ソースイコール1999年まで、LDH, e h イヘス、s カシニー、2004年以降 INSEE。ありがとうございます。